記念日を迎えるブルースターさんをみんなでお祝いしちゃいましょう。今日のハッピーアニバーサリーはこの方、藤崎松清さん、みのりさんご夫妻です。さあさあ、どんなアニバーサリーなんでしょうか。お願いします。明日で、24回目の結婚記念日になります。おめでとうございます。24回目。24年は長かったですか、短かったですか。短かった。あっという間の24年間でございますか。そしてね、藤崎さんといえばもうブリスターさんでもおなじみ、お散歩さない、しかも、このボランティアをね担当してくださっているブリスターさんでございます。本当にいつもありがとうございます。さあ、ではいつも通り聞いていきましょう。藤崎さんが、じゃあおすすめ好きな選手教えてください。太田選手です。太田選手、おー、どうなりました。一緒にどうやってもいいですか、太田選手。じゃあ藤崎さんも焦って、どう、何回目ですか。ありがとうございます。太田選手、好きな理由は、ですね、オンコートだと、外国人選手や日本人のビッグマンにマッチアップしてるんですけど、はい、オンコートだと、いろんな選手にいじられてるんで、そういうところですから。なるほど。こうゴールした後、すごくかっこいい部分もあるんですけども、もう一つコートを離れると、ちょっといじられたり、お茶目な部分が、そうですね、あってということなんですね。しかも、藤崎さんは長くこのフェニックスを応援、ね、されてきたと思うんですけども、はい、そんな中でもやっぱりこう、フェニックスを支える大黒柱としても、太田選手、大事だと思っているんじゃないでしょうか。そうですね。はい、では、じゃあ、そんな太田選手へ一言、メッセージをお願いします。太田選手、太田選手、こっちです。じゃあ、お願いします、メッセージを。ダンクをぜひ決めてください。いや、お願いします。奥さんからもどうぞ。奥さんからもどうぞ。ダンクをお願いします。ダンクお願いします。いただきました、太田選手。はい、あ、手を挙げて約束してくれました。よかったですね。さあ、ではそんな太田選手からお二人へメッセージ入りフォトプレートプレゼントでございます。メッセージ読ませていただきます。藤崎さんご夫妻、24回の結婚記念日おめでとうございます。これからも家族での応援よろしくお願いいたしますというメッセージいただきました。本当にありがとうございます。これからも長くなく応援のほどよろしくお願いしますね。わかりました。はい、では最後に私がウィーアーと言いますので、フェニックスの掛け声、じゃあ結婚記念日ですが、お二人一緒にお願いしますね。では参りましょう。 We are Phoenix。 ありがとうございます。本日は明日24回